綱で邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉隠里を守るためよ。里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれほかげになるガキだからね。何をバカな世前事を。それにほかげなんてクソよ。バカいがやりゃしないわ。ほかげなんてクソよ。バカいがやりゃしないわ。歴代のほかげたちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。うん、ここからは私も命を懸ける。バカめ、こんなガキ一人のために投げ出す命なら、それ相応にさっさと散れ。綱で。ああ、さあ決着をつけるわよ。血寄せの術。刮目の大熱戦、天地揺るがす三人の力。始めましょうか。三人と呼ばれるのも一限りだ。戦闘開始。俺様を倒せると思ってんのか。てめえ食うぞ。くれ弟子姉さん。ここであなたは朽ちるのよ。
行くよ、カツユ。何がおかしい？綱でお前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。何だと？この歯は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライア。それではまたいずれ。逃げたか。へえ、やっぱりばあちゃんがほかげやんの？なんだ、不満そうだのナルト。だって三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくって、その上金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。
なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派な火影にな。おう。さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。